長スティーブン・ハーパーとアメリカ合衆国大統領バラク・オバマ・カナダとアメリカ合衆国の関係では2世紀以上の期間にわたりイギリス植民地としての遺産を共有しアメリカ合衆国建国初期には紛争があったものの現代では最も成功した国際関係の一つまで発展した経緯を扱う両国は互いの主要な経済パートナーであり 実際に1994年の北アメリカ自由貿易協定締結以降、二つの経済は次第に融合してきた。さらに二国間には常に大規模な人の移動、移住があり、また1900年以来大規模な観光客の交流もある。両国の関係の中で最も深刻な不和が生じたのは1812年に始まった米英戦争の時であり、アメリカ合衆国が イギリス領北アメリカに侵略し、イギリスカナダ軍からの逆襲を受けた。この戦争後国境は非武装化され、小規模の紛争は別として平和が保たれた。二つの世界大戦で軍事協力が始まり、冷戦期間も続いたが、カナダ人はアメリカの特定の政策について疑念を持っていた。大量の貿易や移民によって両国間に、 密接な結びつきが生まれたが人口や経済力ではアメリカ合衆国の10分の1であるカナダは常にその隣国に圧倒される恐れを抱いていた。ジェームズ・タックはカナダの学生がカナダ文化やカナダの主権が圧倒されるようになるという大きな恐れを持っていると報告している。カナダとアメリカ合衆国は2009年現在世界最大の 貿易相手国であり、二国間の国境は、世界最長の非武装国境となっており、防衛圏内で重要な相互運用を行っている。最近問題になっているのは、ナフタがありながら繰り返される貿易論争、環境問題、カナダにとって、石油輸入の将来に関する不安、及び不法移民問題やテロリズムの脅威である。両国の外交政策は、冷戦期間と、 その終了後も密接な同盟関係にあるが、カナダは、ベトナム戦争、キューバとの関係、イラク戦争、ミサイル防衛構想、及びタイテロ戦争に関するアメリカの政策には、同意しなかった。小さな外交論争としては、北西航路が国際水域であるかあるいは、カナダの司法権下にあるかという問題がある。カナダは、アメリカ人の好む外国のままであり、アメリカ合衆国は、 カナダの国際的役割を評価している。停留にある反米感情は、アメリカの文化的優位性とカナダ文化の独自性が薄れるという恐れによって、わずかながら増幅されている。1750年代から21世紀まで、カナダとアメリカ合衆国の人々は広範な交わりがあり、その多くは双方向のものだった。ニューイングランドのヤンキーは1775年以前に、 ノバスコシアの大部分に入植しており、アメリカ独立戦争の時は中立を保った。独立戦争の終戦で約7万5千人のロイヤリストが、新生アメリカ合衆国からノバスコシア、ニューブランズウィック及びモントリオールの西と南のケベックに移った。1790年から1812年の間、多くの農夫がニューヨーク州やニューイングランドからオンタリオ州に移動した。 20世紀初期、プレーリー地域が解放されて、アメリカ合衆国中西部からの多くの農夫を引きつけた。特に著名な集団としては、ペンシルベニアダッチのメノナイトとモルモン教会が1980年代に復婚を拒否した後で、ユタ州からアルバータ州に行って、地域社会を形成したモルモン教徒がいた。1960年代には、ベトナム戦争に反対した約5万人の、 徴兵記者がカナダに移動した。19世紀後半と20世紀初期には約90万人のフランス系カナダ人がアメリカ合衆国に移住し、1900年には39万5000人の住人が動いた。その3分の2はニューイングランドの工場長に入り、独特の民族社会を形成した。20世紀後半までにさらに広範な範囲に広がり、 フランス語を捨てたが大半がカトリックの信仰は保持した。イギリス系カナダ人も約2倍の人々がアメリカ合衆国に移住したが特徴ある民族社会は作らなかった。カナダは他国からの移民がしばらくは止まっているが、結局はアメリカ合衆国に行ってしまう通過国だった。1851年から1951年の100年間で、 主にヨーロッパから710万人がカナダに到着し、660万人がカナダを離れ、その大半はアメリカ合衆国に向かった。カナダとアメリカ合衆国の関係に関する新聞漫画、カナダがイギリスにアメリカとは一緒になるつもりはないと説明しているアメリカ独立、戦争が勃発した時、アメリカ革命推進派は、ケベックのフランス系カナダ人とノバスコシアの開拓者が、 反乱に参加してくれることを期待していた。連合規約の中ではアメリカ合衆国に加わることを事前承認すらしていた。独立戦争初期のカナダ侵攻作戦では何千ものカナダ人がアメリカ側に加担し戦争機関を通じて戦った。しかしカナダの大半の住人は中立を保ちイギリス側につく者もいた。イギリスはフランス系カナダ人には イギリス帝国がケベック法ですでに彼らの権利を確保したと宣伝していたが、アメリカ側はケベック法も耐え難き諸法の一つに数えていた。アメリカによる侵略は失敗し、イギリスはその北部領土の支配を確かなものにした。七百七十七年、イギリスの大軍がニューヨーク植民地に侵入したが、サラトガの戦いの結果、全軍が降伏することになり、フランスが アメリカ側について参戦することになった。フランス系カナダ人は大半がフランスによる連帯の呼びかけを無視した。戦後、カナダは約7万5000人のロイヤリストの避難所となった。ロイヤリストは自発的にアメリカ合衆国を去ることを望んだが愛国者による報復で退去を強いられたかだった。ロイヤリストは当初から多民族の出自だったが、 その中には3500人の自由黒人もいた。大半はノバスコシアに行き、1792年にそのうちの1200人は西アフリカのシエラレオネに移住した。約2000人の黒人奴隷がロイヤリストの主人に連れて来られた。彼らはカナダでも奴隷のままであり、イギリスが1833年に奴隷制を廃止するまで続いた。1860年より前に、 三万人、内し四万人の逃亡黒人奴隷が地下鉄道を通じてイギリス領北アメリカに逃れた。1783年パリ条約で独立戦争が終わり、この条約の条項でイギリスには五代庫を境とするそれより南の取を明け渡すことを求めていた。イギリスはアメリカ合衆国が戦争で資産を奪われた。 ロイヤリストに対する賠償を行わなかったことを盾に、砦の明け渡しを拒んだ。1795年の J 条約で長引いていたイギリスとの問題を解決し、イギリスは砦を解放した。トーマス・ジェファーソンは、アメリカ合衆国の近くにイギリス帝国が存在することは、アメリカ合衆国の共和制に対する脅威と考え、J 条約に反対し、当時の合衆国における、 大きな政治課題の一つになった。1805年以降に再度緊張関係が高まり、1812年にアメリカがイギリスに対して戦線布告したことで、米英戦争が始まった。アメリカ人は、イギリスが公海上でアメリカの船舶に嫌がらせし、6000人のアメリカ水夫を捕まえ、中立のアメリカがフランスと貿易することを厳しく制限し、また、イギリスが オハイオ領土などパリ条約で得た合衆国領土内で敵対的インディアンを支援していたことに起こったアメリカの名誉が暗黙的な問題だったアメリカ合衆国は海軍力ではイギリス20対1の比率で劣っていたのでイギリス帝国を攻撃する唯一可能な手段として陸からカナダを侵略する提案が行われた西部フロンティアにいたアメリカ人は アメリカ合衆国の西法への拡大に抵抗するインディアンへのイギリスの支援を終わらせられると期待してもいた。インディアンはテカムセが種族の連行を進めて抵抗していたのが代表例だった。1812年におけるアメリカの戦略はイギリスからの活譲を強制する手段としてカナダを一時的に占領することだった。カナダ西部の開拓者は近年に アメリカから入植した者が大半だったので、その人々がこの機会を利用して、イギリス支配をひっくり返すことになるという期待もあった。しかし、アメリカの侵略は成功せず、インディアンやアッパーカナダの民兵隊に支えられたイギリス正規軍のために敗れた。イギリス軍が1814年にニューヨーク州を1814年から1815年にかけては、 ルイジアナ州を侵略したが、作戦の不手際がたたって撤退した。両軍は1812年の開戦時の状態に戻った。フランスでナポレオンが失脚したことで、イギリスはアメリカを怒らせていた海上政策を止めた。インディアンが敗北し、アメリカの拡大に対抗していた脅威も去った。結局両国は戦い続ける理由を失い、1815年2月に、 有効になった、頑丈薬で戦争が終わった。それに続く年月で20世紀に入っても、イギリス帝国に忠実であり続けている、カナダ人は、米英戦争のことを侵略に対する成功した、抵抗例として、また、カナダ人を国民として定義づける勝利としてみなした。それ以来カナダにおける、政治論理の共通主題は、アメリカの影響力からカナダを守ること、アメリカの政治、 文化及び経済の領域に飲み込まれてしまうことを避けることとなった。カナダの騎馬警官とアメリカ合衆国の州警察官カナダは1867年に国内事情について自治領となり外交と防衛政策をイギリスが管轄するようになった。このイギリス連邦の一部となる前にオレゴン協会紛争がありアメリカ合衆国が 北緯54度線を国境として主張した。この問題は論争のあった地域を二つに分けることで解決された。北半分はブリティッシュコロンビア州となり、南半分はワシントン州とオレゴン州になった。しかし、アメリカ合衆国との歪んだ関係は継続し、1866年から1871年にはフェニアン襲撃と呼ばれる一連の小規模な 武装侵略が続いた。これはアイルランド系アメリカ人で南北戦争体駅兵の一団がアイルランドの独立のためにカナダを交換条件にする意図で国境を越えたものだった。アメリカ合衆国連邦政府はカナダが南北戦争の間にアメリカ連合国側の襲撃者に寛大だったことを起こっており、フェニアンを武装解除することも大変ゆるり動いた。 外交交渉に当たったイギリス政府はアメリカとの関係が緊張していたので慎重な抗議を行った。1872年に南北戦争中にイギリスが建造しアメリカ連合国に打った感染によってこうむったアメリカ合衆国の損失に対しイギリスが1550万ドルを支払うとしたアラバマ要求が決着しフェニアン襲撃が下火になっていったために この緊張関係の大半は消失した。ジョージ大城の海洋協会や太平洋における漁業、捕鯨及びアザラシ狩りの権利についての論争は国際調停によって解決され重要な先例となった。アラスカ国境問題はもっと大きな論争を呼んだが1903年にアメリカ合衆国有利で解決された。この問題はアラスカ州とカナダの間の正確な国境に関する ものであり、具体的にカナダが現在のアメリカの街ヘインズ近くに港を持てるかということだった。そこからはユーコンの新しい均衡腹に近づくことができるはずだった。この論争は朝廷とイギリスの代表団がアメリカ有利の裁定を下すことで決着した。カナダ人は驚愕し、繁栄感情が起こった。カナダ人はイギリスがカナダに対するよりも アメリカ合衆国との関係を優先して考えるということを突然認識した。1907年、アメリカ海軍のアセス・ナッシュビルがカナダの許可なしにカナダ領を通って五代庫に入ったことをめぐり小さな論争があった。1909年にこのような問題への対処のためもあって、両国は境界水域国際条約に調印し五代庫を管理していくために 国際合同委員会が設立された。この時代に経済的結びつきが強まり、両国間の移民も拡大したが、平等ではなかった。1901年アメリカ合衆国有生まれの市民12万8000人がカナダに移り、1919年第一次世界大戦の終戦処理を行うベルサイユ条約交渉の席に、カナダは独自の代表団を送ることを要求し、認められた。 ただし、条約への署名はイギリス帝国の下でという条件付きだった。その後カナダは1920年代に外交や軍事でも自国で行うようになった。1927年には初代中米大使ビンセント・マッシーが指名された。アメリカ合衆国との関係は友好的になったが、世界恐慌の1930年から1932年にかけて、 関税の問題は別だった。1930年代、アメリカ合衆国陸軍主官学校は、カナダと戦争になった場合に備えた、仮想戦争作戦を開発した。彼らはこの作戦を、レッド計画と呼んだが、これは単なる機上の演習に過ぎなかった。同様に、カナダもアメリカ合衆国からの武力侵略に対抗するために防衛計画第1号を作り上げた。 アメリカからの攻撃に備えたカナダしかし二度の世界大戦で協力したことによって、カナダとアメリカ合衆国の間では、以前にあった敵意の大半が失われた。旧創始国イギリスの世界帝国としての影響力が減退するにつれて、カナダとアメリカ合衆国は非常に密接なパートナーとなった。冷戦の間もカナダはアメリカ合衆国の密接な同盟国であり、 NATO の原価名国として、英仏やベネルクス三国などと名を連ねた。アングロアメリカを一つの地域連合と考えた場合には、北極海やベーリング海峡を挟んで、ロシア地域と直接対峙する格好となるため、米国とカナダの連携は、他の西側諸国にとっても非常に重要であった。第二次世界大戦の間、アメリカ合衆国はニューファンドランド自治領に、 大型の軍事基地を建設した。そこの実業界は、経済統合等によって表明されたように、アメリカ合衆国との強い結びつきを求めた。オタワのカナダ政府はこれに気づき、ニューファンドランド自治領にカナダへの加入を求めた。結局接戦となった1948年住民投票によって、ニューファンドランドはカナダに加入した。この住民投票に、イギリスが、 アメリカ合衆国という選択肢をつけなかったことについてアメリカ合衆国内ではほとんどニューファンドランド獲得の要求がなかったので抗議もしなかったアメリカ合衆国はカナダ最大の市場になり戦後カナダ経済はアメリカ合衆国との貿易が円滑に進むことに依存するようになっていたので1971年にいわゆるニクソンショックでアメリカ合衆国連邦政府が 新しい経済政策を打ち出したとき、カナダ政府は強硬に陥った。このこともあって、首相ピエール・トルドーの第三の選択政策を発表させることになった。これは、カナダの貿易を多様化させ、カナダとアメリカ合衆国の関係の重要度を下げるものだった。1972年、ニクソン大統領は、オタワでの演説でカナダとの特別の関係が終わったことを宣言した。 北アメリカ航空宇宙防衛司令部、長い間コロラド州シャイアンマウンテン空軍基地に司令部を置いており、カナダとアメリカ合衆国の軍事協調関係を実践した。カナダの軍隊は、NATO の他の諸国同様、第二次世界大戦以降の主要な紛争では、アメリカ側について戦ってきた。これには、朝鮮戦争、湾岸戦争、コソボ紛争及び、 極最近のアフガニスタン紛争が含まれている。大きな例外といえば、ベトナム戦争とイラク戦争にカナダ政府が反対したことであり、短期間の外交的緊張を生んだ。これらの問題にもかかわらず、軍事協調は密接に進んでいる。アメリカのカナダとの防衛配置は他のどの国よりも後半である。1940年に設立された高級的合同。 防衛委員会は2国間の防衛事項について政策レベルの協議を行っている。アメリカ合衆国とカナダは NATO の相互安全保障任務を分け合っている。さらにアメリカ合衆国とカナダの軍隊は来た。アメリカ航空宇宙防衛司令部の枠組みの中で大陸上空の防衛について1958年以降協力してきた。両国間には活動的な軍事交流プログラムもあり、 カナダ軍の人員がイラク問題を担当したこともあった。さらには、冷戦終結以降アメリカ軍との互換性がカナダ軍の構造と原理の指標原則になった。例えば、カナダ海軍のフリゲート艦はアメリカ航空戦隊に違和感なく組み込まれている。詳細は、アフガニスタン紛争を参照2001年9月11日の アルカアイダによるアメリカ同時多発テロ事件から間もなくカナダの特殊任務部隊 JT 会議がアフガニスタンでのアメリカ特殊任務部隊に参加した2002年1月のアナコンダ作戦ではカナダ軍が多国籍連合軍に参加した2002年4月18日アメリカ人パイロットが誤って演習中のカナダ軍を爆撃し4人を殺害し8人を負傷させた アメリカカナダ合同審問でこの事故の原因はパイロットが地上の砲火を見て攻撃を受けたと判断したミスだと裁定した。このパイロットは命令を無視しその戦場での戦術判断が出し抜かれたと感じていた。カナダ軍は2003年に国際治安支援部隊の指揮を6ヶ月でローテーションさせることを始めた。2005年にはカナダは カンダハールでの多国籍旅団2300名の作戦指揮を取り、アルカアイダが最も活動的であるカンダハールの地方復興チームを監督している。また1991年以来ペルシャ湾に海軍を派遣し、国連湾岸多国籍組織軍を支援している。ワシントン DC のカナダ大使館は CANADIANALLY.com と呼ぶ PR 用ウェブサイトを運営しており、 北アメリカと世界の安全保障及びテロに対する戦争におけるカナダの役割の範囲についてアメリカ市民に良い感覚を与えることが意図されている。新民主党や最近の革新派指導候補者はアフガン紛争におけるカナダの役割拡大をカナダが第二次世界大戦以降果たしてきた平和を維持するという歴史的役割と矛盾するものとして反対を表明してきた。 イラク戦争も参照最近の世論調査でカナダ人の大半は2003年のイラク侵攻に反対していた。多くのカナダ人及びポール・マーティンのカナダ自由党前政権がアフガニスタンとイラクの紛争には明確に異なる政策を作った。これはどちらも対テロ戦争と位置づけたブッシュドクトリンとは異なっている。カナダとアメリカ合衆国は 世界最大の貿易関係があり、毎年大量の製品と人が国境を越えて流れている。1987年のカナダ・アメリカ自由貿易協定以来、二国間に交流する製品の大半に関税がかかっていない。そのような大量の貿易関係があると、二国間の貿易に関する論争も数多く、また避けられないものである。新洋樹製材論争では、 アメリカ合衆国がその論ずるところではカナダ政府が不公平な補助金を出しているためにカナダの信用樹木材に関税を課しこれにカナダが反論したこの論争はいくつかの合意と調停を通じて繰り返されたその他著名な論争にはカナダ小麦委員会や雑誌及びテレビに関するカナダの文化的制限が挙げられる2003年にアメリカ合衆国からの牛に 共有病が見つかったことやアメリカの高い農業補助金のゆえに牛肉輸入を禁止したことなどでカナダは批判されてきた。カナダの関心は北アメリカ自由貿易協定の例えば第11章のような面にも高い。継続する複雑な貿易問題の中にはカナダからアメリカ合衆国に輸出される安い処方薬がある。カナダの州が運営する医療システムの一部として カナダ政府による価格統制があるために、処方薬の価格は規制のないアメリカ市場の消費者が払う価格より安くなる可能性がある。アメリカ合衆国の法律は、このような販売に対して全国レベルで可決されてきたが、特定の州や自治体は貿易を続けることを認める独自の法を制定してきた。政治的選挙運動の支援者になることが多い。 アメリカの製薬会社はこのやり方に反対するようになった。中アメリカ合衆国カナダ大使館による2007年の研究によればカナダとアメリカ合衆国の貿易はアメリカ合衆国の710万人の仕事を支えている。過表はアメリカ合衆国の州ごとにその提供する雇用数とランクを示したものである。カナダとアメリカ合衆国の国旗カナダと アメリカ合衆国は、両国の関係において、重要度が増している地域である、国境地帯の環境問題を解決するために、密接に協力している。この協力のための重要な手段は、国境水域における見解の食い違いを解決し、国際協調を推進するための1909年、境界水域条約の一部として設立された、国際合同委員会である。 1972年後大湖水質協定は国境地帯の水質汚染を管理するための歴史的協調の例である。しかし、いくらかの論争もあった。ごく最近ではノースダコタ州が始めたプロジェクトであるデビル湖水路がこのプロジェクトの結果として水質が汚染されることを恐れたマニトバ州の住民を怒らせた。両国政府はほぼ毎年国境を越えた。 大気汚染に関しても協議している。1991年大気質協定では、両国が賛成雨の管理計画で協調し実行することで少なからぬ前進があり、2000年には地表面のオゾンについても付属書に調印した。これらの動きにもかかわらず、国境を越えた大気汚染の問題は、特に下記の五大湖からセントローレンス川流域で残っている。国境を越えた 大気汚染の主たる排出源は石炭焚き火力発電所であり、その大半はアメリカ合衆国中西部内に位置している。現在までどちらの政府も地球温暖化ガスの抑制をスケジュール化した京都議定書を支持していない。アメリカ合衆国とは異なり、カナダは協定を批准した。しかし批准後の国内政治的論争のために京都議定書を執行してはおらず。 環境運動団体や他国の政府からその模様眺めの姿勢を批判されてきた。2003年、アメリカ合衆国連邦政府は、カナダ政府の閣僚がマリファナを批判罪化する案を発表した時に関心を寄せてきた。アメリカ合衆国麻薬問題担当長官、ジョン・ P ・ウォルターズの補佐官、デイビッド・マレーはカナダ放送協会のインタビューで、我々は反応しなければならないだろう。我々は、 反応を強制されることにしかし、2006年初期の総選挙の結果で、カナダ保守党は近い将来にマリファナを自由化する法の成立を止めた。カナダ政府は現在元の銅山においてのみ、医療目的でのマリファナを栽培している。2002年9月26日、カナダの法執行部門からの情報で行動した、アメリカ合衆国の役人がテロリストとのつながりがあるという容疑で、 マーヘル・アラーを拘束した。アラーは、カナダとシリアの双方に国籍があり、チュニジアからカナダへの移動中に、ニューヨーク州を通過していた。アラーは、カナダのパスポートを携行していたが、出生国であるシリアに送還された。そこで1年間以上投獄され、繰り返し拷問を受けた。アメリカ合衆国の役人が彼をシリアに送還すると決めたこと、そこでの投獄と拷問、さらには、 アメリカ合衆国とカナダの役人の間の協調範囲が当時のカナダに政治問題になった。それ以来カナダの役人はアラーがいかなる形でもテロリズムと関係なかったと発言し、カナダ首相スティーブン・ハーパーはアラーに対して公式謝罪を発し、1050万カナダドルの慰謝料を払った。それでもアラーはアメリカのテロリスト警戒リストに残ったままである。カナダ総督 ミカエル・ジャンとアメリカ合衆国大統領バラク・オーバマ北極海論争編集カナダとアメリカ合衆国の間で長い間一触即発状態の論争は北西航路に関するカナダの主権問題であるカナダは北西航路が内海であると主張しこれが国際航路だと主張する特にアメリカ合衆国など他国からの異議申し立てが続いてきた アメリカが1969年に北西航路を通って石油タンカーのマンハッタン号を1985年には最氷線北極海号を運航させた時にカナダ人は激怒した。両船ともカナダの許可を受けていなかった。1970年カナダ政府は北極海水域汚染防止法を制定し100マイル海域以内の汚染についてカナダが規制することを決めた。 同年、これに反応したアメリカ合衆国は、我々は北極海水域がカナダの領海であるというカナダの主張を受け入れられない。そのようなことを認めれば、世界にまたがるアメリカ合衆国の海洋行動に基本的な航行の自由を侵すことになると述べた。1988年に北極海協力に関する合意によってある主打協に達し、アメリカの最氷船の航行は、 カナダ政府の同意に基づいて行われることを決めた。しかし、この合意は、両国の基本的な法的姿勢を変えたのではなかった。2006年、デイビッド・ウィルキンス中カナダ・アメリカ合衆国大使は、カナダ首相、スティーブン・ハーパーが提案した、北極海への侵入者を探索するために、軍隊の砕氷船を導入し、この水域にカナダの主権を主張することに対する、 合衆国政府の反対を表明した。2007年8月、ポール・セラッチ元、中カナダ・アメリカ合衆国大使は、北西航路が国際水域であるという主張を再評価し、そこはカナダに属させるべきと、アメリカ合衆国政府に2005年に伝えたと表明した。この提言は拒絶され、2007年には、ブッシュ大統領とハーパー首相が対立した。カナダと、 アメリカ合衆国はどちらも多くの多国籍組織のメンバーになっている。以下はそのリストである。カナダ首相スティーブン・ハーパーは2006年2月選挙での勝利をアメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュに祝われた直後に中カナダアメリカ合衆国大使デイビッド・ウィルキンスが北極海におけるカナダの主権を武力で主張するというカナダ保守党の計画を批判したとして非難した。 ハーパーが初めてアメリカが州国大統領と会見したのは2006年3月末だった。具体的な合意というようなものはほとんどなく、この会見は二国間のより密接な関係づくりという方向を示したものとして報道には報じられた。ハーパー首相はバラク・オバマがジョン・マケインに勝利した時に電話で祝意を伝え、この二つの国は 最も偉大な同盟者になることを受けあった。オバマは2009年1月20日にアメリカ合衆国大統領に就任した後、最初の国外訪問先はカナダになると声明を出し、2月19日に実現した。アメリカ合衆国へのカナダ主要外交施設はワシントン DC にあるカナダ大使館である。アメリカ合衆国内にある多くの領事館によって補佐されている。 領事館はアンカレッジ、アトランタ、ボストン、バッファロー、シカゴ、ダラス、デンバー、デトロイト、ヒューストン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク市、プリンストンとパロアルトには貿易事務所もある。カナダへのアメリカ合衆国主要外交施設はオタワのアメリカ合衆国大使館である。カナダ国内にある多くの領事館によって補佐されている。領事館はカルガリー、 ハリファックス、ノースウェスト順州、ヌナブト順州、モントリオール、ケベック市、オンタリオ州南西部、トロント、バンクーバー、ウィニペグ及び、ユーコン順州にある。ありがとうございます。